キチャンネルプロスペースというところで久しぶりのプロスペースでございます。佐藤はね、着実に、イベントをやりながら、ね、強くしているとともに、ロッテ純正も目指しながら、普通に相手でも強くしてね、多くの猛者たちと戦いたいっていうところで、やっていってますけどもですね。まあ、若干ね、やっぱ新選手が少ないっていうところで、リーグも、まあ、覇王にいたり、一つ押して9になったりっていうね、リアタイの方はね、まあ、腕でなんとかなるんで、まあ、まだね、頑張って、やっていってますけども、今日はですね、5200万ダウンロード記念、10連福袋、お一人様、4回限り、こちらをやっていきたいと思います。S ランクが3回はね、絶対出る。だから4。もう5人出たらもう完璧だね。それを、やっていきたいっていうね、ところは、あるんですけども、まあ、狙いをね、どうするかって考えると、やっぱりね、この狙いの中では、まあ、マリーンズ純正に行きたいんだけども、これやっぱソフトバンクが自チームで言うと一番いいかなと。まあ、牧原選手ね、どこでも守れて、近藤選手能力高い。で、モイネロもまあ当たってるけどね。で、ツモリもリリーフで、フッチーもいいと。で、中村晃もまあ、こう、継承できる。で、山川アーティストでファーストというところで、まあ、中村晃はね、もういっぱいあるから、まあ、その他の選手がいいけども、これはね、めちゃくちゃ、やっぱソフトバンクが一番いいんじゃないのかなと。で、その後ね、このマリーンズっていうところで考えると、でもこうね、種、岡藤岡、種市は欲しいんだけど、東坂本、まあ、山口もし、山口、種市は欲しいけど、東坂本池田はもう A とか持ってないからね、極みにできないっていうところを考えると、まあ、これからなんだけど、ファースト、外出してよ、ファースト。池田じゃなくて。だから、山口か種市は欲しい。ね。でも、純正はやっぱりね、ホークスで勝負になってくるかなっていうね、ところがあります。1回目。150エナジーで回せるからね。さあ。レッツゴー。4回だからね、3体確実、5回出てくれば完璧だよね。お、いきなり、いきなり調子くんフィーバー。調子いい、調子いい、かなり調子いい。これで2回演出が来たら2倍引きになるんだよね。かなり調子いい。カモンカモン、ほらこれ2倍引きじゃん。めちゃくちゃ調子いい。これ自信ブロが来たら最高だね。今ソフトバンクにしちゃってるけど、それはない。さあ2枚引きかな。いきなりさあの、ちょっと今打撃苦しんでいるけど、これから行こうね。いいね、鈴子も帰ってくるし、玉井リーフで頑張れ。レイノルズどこ行っちゃうんだったら、マーキーそろそろホームランね、いっぱい量産されてるみたい。スーガーの今年ナイスピッチングいいね。佐伯やっと1勝してホーク抜群。今宮ホームラン結構打ってる、打撃好調。いや、森、ここでね、一花咲かせたい。カモン！いや、伊藤大海、いいね、今年もリリーフね。盤石でいい形。ね。もう3枚引きじゃない。マー君、そろそろね、先発見たいよ。いいね。あ、もうこれで5体確定したね。次、2回目、200エナジー。S ランク、1人確定。ね。さあ、演技いいね。レッツゴー。こう確定だからね、2枚引きできるかどうか。2枚引きできるかどうかだから、ここね、演出2個来てほしい。いや、なんもない。なんもない。ここら辺で来るのかじゃあ。からの、いや、演出1回か。これはまあ1人だね。さあ、種市、ここら辺で、種市、ね、山口投手、楽天、一騎士、頑張ってる。山崎より、今日ね、雨の中、引き分けだけど、ナイスバッティング、二刀流。源田、ちょっと守備ね、ミス多いけど、ここから踏ん張っていこう。メルセデス、ロッテでね、もうきっちり5、6回で帰るけどね、安定感にね。東、A が欲しいよ、A が。宮西、まだまだ復旧込むの早いよ、ここから頑張っていこう。中野、1、2番コンビね、今ちょっとクリーンアップ調子悪いけどね、ここ1、2番で引っ張っていきたい。いや、大瀬良、今年いいね、カットボール特に。さあ、マー君、まあまあ OKOKOK、 これ継承するかどうか考えようね。3回目レッツゴー。あ、そっか、確定じゃないんだ、確率が2倍っていうだけだ。当たるかどうかわからないんだ、まだ。
ここは。もうこれじゃあ当たらへんのんじゃん。そっか、ただの2倍っていうだけか。いやこれ何気にじゃ当たらへんかも。うわ、何もないんす。若月、今年もゴールデングラブ取っていく。近藤大輔、ジャイアンツ頑張ろう。高橋君、今年立ち上がりよ、いい感じに投げれてる。おい、種市、良かったり悪かったり、ね、藤岡、どこ行っちゃったの。え、桑原、渡辺入ってきたけど頑張っていこう。え、田島、良かったり悪かったり、え、大野、怪我から復活、グッピッチング。え、マーキー、そろそろホームランね、量産体制。おわー、秋広、どこ行っちゃったの。当たらなかった。最後、ね、自チーム確定、だからね、ソフトバンクにしようか。ここはね、中村晃じゃない方がいいね、ちょっと持ってるからね、その他を制していきたい。さあ、運命の1回目です。2枚引きいきたい。指名候補トップ。うわー、2枚引きいきたい。ここからカモン。いやー、これ2枚引きじゃないか、1枚か。これはいや、キャメラとかも出てけへんやん、自陣確定やん。大関奪っていこう。水上ちょっとどうだな、いいとこもあるし悪いとこもあるしみたいな。いや、浅村やっと打ち出し気だ。いや、ゴンザレスね、ワールドシリーズと日本シリーズ両方で頑張った。山本も一本立ちレギュラーだね。沢村良かったり悪かったり。伊藤将司、今年は日曜日じゃないけどね、いいピッチングしていこう。いや、石川、高橋周平ね、ちょっと怪我しちゃったからね、ここで石川の力が必要なんちゃうか。ね、菅野、このシーズンピッチング。さあ、カモン、ね、中村晃や。カモン。いや、もういいけど持ってるから。いや、嘘でしょ。こっちチーム確定の全く意味ない。ちょっと納得できない。もういでろって。唯一持ってるやついるか、普通。まあ、もういでろ頑張ってるからいいよ。いや、持ってんだから。ちょっと納得できないから。このね、S ランク、10% 契約書。これいこう。S が出たらこれでやるから。ね。カモン、10%。カモン。泣きの S ランク契約書なんだから。泣きの。カモン。いいや。来てくれ、笑ってくれ。最後これでエースが出て気分を終わろう。カモン。いや、島内、今年はね、去年みたいな感じじゃないから開幕していいけど。じゃあ次 30% これ出たらやめる。 30% いいや。 30% カモン、カモン。いや、もう隙もない、隙もない。おー、見た。村松頑張ってる、頑張ってるけど A ランクがいた。これどうする、育てた方がいいのか。ちょっとじゃあ最後これでラストにするわ。あるやろ、なんか10あった。これ 10% 来たらラッキーや。これ最後ね、皆さんね、皆さんのね、おガチャ、ね、契約書、どうでしたか、ね、楽しめましたか。佐々木は最後にね、10%。これはもう引けなさそうだね。ね、これを引けたらね、引っ越しますけども、皆さんね、楽しい、クロスク生活ね、覚えてください。ラストです。カモン。こだわ。まあ、A 欲しかった。今の、グッピッチ、ヤグルト、めっちゃ頑張ってる。いいピッチ。今年ね、これ集めといた方がいいかもな、感じですよ。皆さんね。それでは。